ユニホンテレビ。ヤッホーって。あ、バイバイ。バイバイ。あ、バイバイ。バイバイは。雪ついてる。イベントは、ポニーランド花立や、由利本荘サイクルプロジェクト、B&G 由利海洋センターなど、地域の活性化に努める人たちで構成される、鳥海高原花立で遊ぼう実行委員会が主催したものです。鳥海高原花立周辺を多くの人に知ってもらい、地域を盛り上げていこうと、2019年から行われています。毎年、夏の時期に行われていましたが、冬の鳥海高原の魅力も感じてもらおうと、今回初めて企画されました。今回は1000円でポニーの乗馬体験やそり遊び、雪像作りなどを楽しむことができます。訪れた子どもたちは寒さに負けることなく元気いっぱいにそれぞれの遊びを楽しみました。何を作ったの？うさぎ。上手にできましたか？これだね。楽しいです。楽しいです。何やった？そり滑りとこの雪作りしました。うまくできましたか？はい。はい。トレッキング体験では参加した人たちが雪の上を歩くための道具、スノーシューを履いて、雪を踏みしめる音や真冬の高原の景色を楽しみました。これからじゃあ皆さんトレッキング経験しに行くんですね。どうですか？楽しみ？全部初めてなので楽しみです。はい、ありがとうございます。Please enjoy。 お疲れ様でした。どうでしたか？いや、なかなか楽しかったですけど、だいぶ疲れますね、やっぱり。お疲れ様です。お疲れ様です。また会場では人気アニメのキャラクターをかたどった高さ4メートルほどの雪像もお目見えし、雪像の前で記念撮影をする子どもたちの姿も見られました。夏来た時と全然違う、ね、真っ白で。今日なんかの鬼滅の刃の雪像を作るって聞いてたので、鬼滅の刃の雪像目当てで来ました。そうなんだ。なんか久しぶりにイベントとかあって、なんかすごいいいなって思って。田沢湖町の雪祭りに30年以上手伝いに行ってるんです。そうだったんですね。雨に叩かれて3回4回溶けて修理で、それ難儀しました。来た方がね、喜んでくださって良かったかなと思います。楽しかったっていう声はね、聞かれまして、で雪像はすごいねってやっぱり、でここで記念撮影したりね、それがやっぱり大きな喜びですね。今後どんどん大きく広げていければなと思います。鳥海高原花立で遊ぼう実行委員会では、今後は夏だけでなく冬のイベントも同様に行っていきたいということです。